はいどうも、ショーティブでーす。ヒロヒです。ヒロトです。お願いしまーす。お願いします。というわけで本日は高戸ボーイズの選手たちと、はい、対決ということで、はいやらせていただきます。はい、来ました。お願いします。お願いします。1年生、2年生、計4人、投げるということで、僕ら打っていきたいと思います。はい、はい、まあ1人1イニングらしいので、まあ、4イニングタイプが違うと思うんでね、打っていきたいと思います。はい、公式やし自体が久々だし、ね、そう今ボーイズレーズ年末ぐらいじゃないですよね。うん、いやだからさっきほら練習でアーム打たせてもらったですか。バットがまず重い。なんかした全然違う。全然打てない。そうマジでバットに振られてたから。そうちょっとこれ今度人が投げるんで対決。そうタイミングは合いやすいかもしれない。そうタイミングは合いやすいかもしれないけど、うん、まあ力負けしないように。はい。しっかり得ろう。全国出てるチームでもありますので。はいはい、はい、頑張りましょう。はい、はい、それではいきます。ゴはい、ということで坂戸ボーイズの4人の投手と対戦させていただきます。1人目の投手はカーブが持ち味の2年生右投手。これ低めのボールいっぱい入ってストライク。こんだけ大きいカーブがあると、まあ、打つは大変ですよね。でこれ先頭ヒロト選んで出塁となります。これはヒロトナイスさんですね。続く2番には翔平さんが入ります。これいやーえげつないな縦カーブ。これもこれはただ見逃して、2球連続バッテリーエラーで得点圏というかランナー3塁まで行きましたね。さあチャンス。これまた変化球低めのボールにまたも空振りをしてしまいます。いやいいボール投げるわ。ナイスピッチですね。さあ追い込んでますよ。これカーブ溜めてコツンと当てたが、これが落ちるか。ただ打球はファールゾーンへ。捉えきれてない打球だったので、ね、これはこれもまた溜めて宇宙間へ飛ばして、これ一応最終部入ってるんですけど、これ柵がないので、まあ、一応継続ということになり、ツーベースかな、タイムリーツーベースになります。これで1点入りました。フォアアウト、なおもランナー2塁。ラストバッターは良平が入り、いやーすごいね、外いっぱい決まってストライク。このカーブはなかなか打てないぞ。またカーブ、これはい泳がされてショート、ただここはちょっと自主があり完全に打ち取られてはいましたが、またランナーが出塁となります。はい、ノーアウト、未だノーアウトでヒロト、これ打ってセンターにいい当たり。ただこれがセンターライナー、タッチアップリはどうだ。セーフです。2点目。これファースト送球も、まあ、タッチはできつと、ワンアウト犠牲フライですね。いやヒロトナイスバッティングです。カーブをよく打ちましたね。これ高めのボール打ってショートゴロ、ただこれがセカンドがちょっとセカンド送球アウトが取れず、まあ、ナイスプレーですよね。でもショートも惜しかったですね。はい、ワンアウトのまま続く両平。これまっすぐ併殺コースだが、これファースト投げずにセカンドはアウト。ただサードに送球は1、3塁ですね。ツーアウト1、3塁となります。でこれちょっとランナーが盗塁で進んでまして、その後ヒロト大きい当たりだったんですけれども、ライトフライ、記録は2点。ナイスピッチングです。ありがとうございます。翔平さんのね、結果翔平さんのね、2点取りました。次は結構早い。変化がいいピッチャーですよ。多いよ、マッスルスライドいいか。どっちかちょっとどっち狙って縦方向に、まあ、2点を超えましょう。そうそう、取れていきましょう。はい、お二人のピッチャーも2年生の右投手になります。これカーブ初球センター前へはめましたね。ナイスバッティングですね。いやでも変化球もいい変化球ですね。はい、続く良平、これレフトにいい当たりですが、レフトナイスキャッチですね。これレフトライナーナイスキャッチです。続いてはヒロト、これ流してライト線に落とす、これが長打になるかな。ヒロトはただ止まるが、これがちょっと送球のミスがある間にランナーが一気にホームイン、クロスプレーになるもん。いやいいですね、いい走塁ですねこれで。またもランナー一塁の段階で翔平さんがこの当たりを放ちます。先ほどと似たような打球、これ今グラウンドとしては超えてるんでしょうけど、フェンスがないので継続します。
はい、これまた追加点が入ります。2点目。いやー、逆方向に飛んでいくな。これガツンと両平が無理やりインハイのボールを無理やり逆方向へ。これキャッチャーの子にね、前もって苦手なコースどこですかって言われて、インコースって言って付箋を貼っといたんですよね。まあ、来るだろうなと思ってたんで。これいいバッティングですが、ショートがよく止めて偵察に。ナイスプレー、ビッグプレーですね。これはいやー超ナイスプレー。はい、はい、やっぱ僕ら勝負に強くないですか。さっきのショートだとめちゃくちゃうまい。めちゃめちゃうまい。いや本当に守備もやっぱこうね、実戦形式でこうやって対決をしている中で、うん、いいプレーを見るのが、見るっていうか発掘するのがもう僕らの仕事なんで、はい、当たってもいいと思います。次は左ピッチャー縦カーブ、縦カーブの方でいい球投げるのでちょっと頑張ります。行きましょう。よし、締めて。はい、3人目の投手は縦カーブを操る左投手です。2年生ですね。いや、どんなピッチングするのか。うわ、えげつな、何この変化量。外角から内角まで曲がってんじゃないのこれ。うわー、これパワプロだったら変化量7じゃないですかね。えげつね。はい、3球目もカーブ。お次の球はこれもカーブ。徹底してカーブ攻めです。まあ、翔平さんここまでね打ってるから、まあそれは変化球から入りますよね。ただこれはこれである意味強気のリードといったところでしょうか。これもカーブで、これがストライクですね。で、フルカウントとなります。これちょっとボール気味だったんですけど、まあストライクということで、フルカウント。さあここまで全部カーブですが、次のボールはインハイにストレートで空振り三振。ナイスピッチ。今のはコース速さともにやばいです。まっすぐのキレもすごかったです。はい、これ両平カーブを逆方向へ放ちますが、これ変化球叩くんですが外野正面となります。2アウト、簡単に2アウトとなりました。さあヒロト、キャッチャーはインコースに構えて、やばいなクロスファイヤーが。これラインギリギリですよね。ストライク入ってますね。次溜めたはいいもののフラフラと上げてしまい、ライトの平凡なフライに三者凡退に抑えられましたね。ナイスピッチングです。やえげつない。まあ見事にやられました。本当に左ダメね。いやー左ピッチやられましたね。逆転まだ左ですよ。2人見たってまだ2年生、うん、次から次ラスト、うん、1年生1年生1年生取れる。直球が甘いかもね。めっちゃいい球投げろ。1年生だよ。伸びやばいね。全然足りない。ちょっと、とりあえず行って取りましょう。行って変化系もいいぞ。スライダー今スライダーじゃないか。頑張ろう。はい、頑張ろう。はい、はい、ラストの投手は1年生の左ピッチャーになります。いい球投げますよ。ただ、まあ、大人げないな。一、二塁間を破るヒット、まあ、左ピッチャー苦手と言いながら仕事は、まあ、ちゃんと、ね、逆方向にしてますよね。はい、これ両平フォアボールで出塁となります。この前に、ね、インコースにいいボールを投げられてちょっとビクッとしてたんですよね。はい、ヒロト、これは打ちたいな、これは打ちたいな。このボールは、今のボールは仕留めたかったですね。はい、追い込まれて、ん、しびれてるけど、いや、なんで走んない、走んない、何が、ん、ん、何をやった。ファーストもアウト、ホームタッチプレーからのファーストアウト、まさかの閉殺です。まあ、インコースにね、いいボールだから詰まったんでしょう。まあでもね、彼は一体何をしていたんでしょうか。インコース、はい、詰まりました。痛い痛い、しびれてる。はい、打ったら走りましょう。ヒロト君、一気に2アウトとなってしまいましたが、こっから意地を見せれるか。これサードに強い当たり、ナイスブロッキングで正面に落として、ファーストもナイスカバー、スリーアウトです。またも左ピッチャーから点が取れませんでした。いや、内角を使った強気のナイスピッチングでした。選手の皆さん、対戦ありがとうございました。サカドボーイズさんの各種 URL は概要欄からチェックお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではアイシャー。
AKB 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。